の人もインプラント治療を受けた芸能人。皆さんこんにちは。芸能人は歯が命と言われる通り、不自然なくらいに真っ白な歯が印象的な芸能人は多いですよね。そこで今回はインプラント治療を受けた芸能人をご紹介します。どうぞご覧ください。和田アキ子さん、昔は歌うと銀歯が見えていた。しかし徐々に銀歯がなくなっている。インプラント治療が始まった頃から銀歯を差し替えているそうだ。インプラント治療は1回目は500万、数年後にやり直した際には1000万払ったと発言している。ベンツを買えるくらいの金額をインプラント治療に使っているとのことです。クランさん、ブログで父親の草刈正雄さんと一緒に治療していることをアップしている。一緒に治療を受けるあたりに親子の仲の良さが伝わってきますね。上6本と下6本を治療したそうです。前から歯並びが気になっていたそうで、治療後の写真では別人のように変化しています。昔からのコンプレックスが解決でき、明らかに表情が明るくなったといいます。藤原紀香さんの歯並びはデビュー当時と比べてかなり綺麗になっている。上と下の歯の色が違うことから前歯6本を治療していると言われている。3週間ごとに歯医者に行くとブログで発言しています。歯のメンテナンスを念入りに行っているみたいですね。芸能人は歯が命。中村アンさん、以前は茶色くてボコボコの歯並びだった中村アンさん、今では本当に真っ白な歯で歯並びも綺麗。審美歯科専門歯科医院で先生と一緒に写真を撮っていました。もともと歯磨きが嫌いでたくさん虫歯があったと発言しています。放置していた虫歯が差し歯になったそう。モデルで注目される仕事なので現在は歯をきれいに手入れされています。本人もネタにするくらい不潔エピソードが多いが、真っ白で綺麗な口元は清潔感がありますね。有吉弘行のサンデーナイトドリーマーというラジオ番組でインプラントを告白している。歯が痛くなり芸能人御用達の歯医者に行った。抜くしかないとあっさりと言われて抜歯された。その後インプラントが必要で40万かかると言われる。お笑い芸人など複数の芸能人が通っている歯科医院でしたが、恐怖を感じたため不安になった有吉さんはマツコと有吉の怒り心頭で共演している夏目三久さんに別の歯科医院を紹介してもらう。本人が公に発表している通り、思わぬ抜歯からインプラント治療を受ける。コーヒーが好きでタバコも吸うので歯の定期検診を受けていたとのことだが、しかしサボって虫歯が悪化したのが原因とのこと。僕もサボらず定期検診を受けていこうと思います。大吾さん、千鳥の大吾さんは昔は八重歯でしたが、右前歯2番目の歯が1列交代していました。またその歯は変色しているようにも見えます。タバコによる変色、虫歯か神経が死んでいたのか、インプラント治療をしたそうです。現在はバランスが整い、歯の色も白く綺麗になりました。下前歯は黄色いですが、上はほとんど綺麗な色味であるため、前歯はほとんどをセラミックの差し歯にしたと思われます。妹彩子さん、ポップコーンを食べていたら歯が抜けたとツイッターでつぶやいている。歯が弱く口内環境が良くなかった。歯並びが悪く綺麗に磨けないのも原因。世界の果てまでイッテ Q の企画でヒマラヤ山脈に挑戦することになった。しかしネパールで歯が痛くなり、ネパールの歯医者で前歯を抜歯されたそうだ。と番組では南アフリカでもロケ中に前歯が取れたそうで、その後出演したしゃべくり7でインプラント治療を受けたことを告白している。20代ですでに前歯のほとんどを失ってしまった。きちんと歯の手入れをしてその綺麗な状態を保ってほしいですね。
菊池亜美さん。デビュー当時は出っ歯だった。しかし可愛い出っ歯とファンから人気があった。今では出っ歯はすべて消えて、まっすぐで真っ白な歯になっている。歯の大きさや形も変わっている。歯が綺麗になってからは笑顔が明るくなった。バラエティ番組でも大きな口を開けて思いっきり笑う笑顔は印象に残る。可愛い前歯がなくなったのは残念だが、垢抜けた印象の顔になりました。堀江貴文さん、ブログやメディアなどでもインプラント治療を受けたことを発言している。虫歯が折れた時にブリッジを勧められた。しかし両側の歯を削るのが嫌でインプラント治療を選んだ。1年半かけて治療する。しかし服役中に殴られてインプラント治療をした歯が落下してしまったそう。今では歯間ブラシを使って歯周病ケアにも取り組んでいる。歯の大切さについて多くのメディアで語っています。川村恵美子さん、ツイッターでクリスマスイブに2時間かけてインプラント治療したことをつぶやいている。前歯がガタガタで出っ歯の彼女はインプラント矯正を行った。抜歯して歯のない姿でテレビに出演していたこともあるが、今では全ての治療が終了して綺麗な歯並びとなっている。日村勇紀さん、上すべて下5本をインプラントにしていると告白している。しかもその値段は500万円以上である。虫歯がひどく前歯や奥歯数本が抜け落ちたのでインプラント治療を受けた。治療を開始してから黄色い歯の時期や大きめ白い歯と歯の形状が変化していったそう。治療前の映像を見ると虫歯だらけで歯がなく不潔な印象がする。しかし現在は真っ白で綺麗な歯になっている。ほぼ全部の歯がインプラントである。やっと手に入れた綺麗な口元なので、高額な治療費が無駄にならないようこれからも手入れを念入りにしてほしいですね。いかがでしたでしょうか。ご感想をお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございます。